ご苦労様でございます。国会もいよいよ12月9日まで1週間というところに参りました。さまざまな課題山積している中での国政の状況でありますが、参事補正も成立をし、関連法案、主要な関連法案も成立をしたということで、これからまた全力で国政運営に取り組んでいきたいと考えております。どうか今後ともよろしくお願いいたします。